2020年京都市長選挙は、日本の地方自治体である、京都市の執行機関である、京都市長を選出するために行われた選挙である。2020年2月2日に投開票が行われた。現職の市長戸川対策の人気満了に伴う選挙である。2019年10月14日、地域政党京都党の代表であり、京都市議を務める村山翔英が、 京都党離党の上で無所属にて出馬することを表明した。ついで、10月17日には、現職の門川大作が4戦目を目指して、出馬表明をする。11月8日には弁護士の福山アジンが、野党共闘に取り組む市民グループや、労働組合や、共産党などで作る、民主姿勢の会の支援を受ける方向で、出馬表明した。また、 ボランティア団体代表の寺田博史子も独自に出馬を表明していたが、立候補はしなかった。各候補者ともいずれも無所属であり、村山翔英は、政党、団体支援を受けない、市民代表を標榜している。角川大作は公明党及び、自由民主党、立憲民主党、国民民主党、社会民主党の各京都府連の推薦を受けており、 非共産系与野党愛のりとなっている。福山和人は令和新選組、日本共産党の推薦を受けている。また、前回の市長選で、村山の擁立を模索した日本維新の会は、独自候補を擁立する動きがあったが、候補者選定に難航したことから擁立を断念し、自主投票となった。3名立候補届で順三期12年を務めた。 門川市政の評価と今後の市の方向性が争点となる。歴代の京都市長で4選は一人しかおらず、一般に他選は批判される傾向にある。自民党では、政令市長推薦は3期までと規定しており、当初は復興事務次官経験者の西脇高都市の擁立を模索していたが、西脇は2018年京都府知事選挙に出馬し、 当選したことで人選が難航する。10月に村山がいち早く出馬表明したことを受けて時間切れの形で角川の続投を容認した。自民党以外も非協賛の枠組みを維持する目的で消去法での推薦をしたとされている。京都市では2001年より財源不足を理由に財政非常事態宣言が出されており、2020年現在も 集結宣言は出されていない。2020年度の予算編成の際には、20年度一般会計予算編成に関する副市長発信の通知分にも8000億円近くある一般会計の規模に対して約300億円不足しているとの見解が出されていた。また、19年度予算では道路のひび割れ補修など新規、充実枠と指定されていた10事業にも、 予算不交付が決められた。現職である角川が当選した2016年の市長選では宿泊施設の増加を公約に掲げていた。角川には訪日観光客の急増を見込んでのことだったが客室数は予想以上に増えて飽和状態になり交通混雑や騒音などの観光口外を引き起こすようになった。角川は違法民泊対策や 観光客の分散化を進めたが、市内中心部は宿泊施設の乱立したことによって、地下高騰を起こし、オフィスや住居が確保しにくくなった。また、従来から観光にも使われてきた京都市バスでも、法日観光客の増加により、運行ダイヤの乱れが慢性化している。2017年に行われた京都観光総合調査では、日本人観光客の46%が、 京都観光で残念なことがあったと回答し、その内訳には人が多い、混雑が最多であり、人が多くてゆっくり楽しめない、バスがいつも満員で混雑していて乗れないことがあるという項目が不満点で続いている。これまで懸案となっていた交通機関の整備に対し各候補者が対案を示し、訴えた。1970年代に、 開発の始まった落成ニュータウンへは地下鉄の延伸が構想されたが実現しないままであった。これに対し村山は桂川駅とを結ぶ BRT の導入を掲げ福山は LRT 導入検討を公約に含めた。一方門川は地下鉄の延伸または新交通システムによる長岡京市、宇治市も含む 環状交通網の構想を提案した。高速鉄道についても、福山は、リニア中央新幹線誘致と、北陸新幹線を延伸に反対し、門川はいずれも賛成、村山は、リニア誘致に賛成し、北陸新幹線を延伸に、反対、と対立した。当日有権者数、1159,615人、最終投票率。 40.71%角川が、公明支持層の8割以上と、自民支持層の7割を手堅くまとめ、4選した。角川は1395の企業、団体から推薦を集め、支援各党の市議と、市内選出府に計59人が、フル稼働する組織性を展開し、府や、経済界などと一体化した、オール京都体制をアピールして、支持基盤を固めた。 福山は2018年の府知事選で前線した知名度をもとに、令和新選組の支援も得て、無党派層への浸透を図ったが、及ばなかった。村山は自ら設立した京都党を離党して、あらゆる政党支援を辞退し、市長選で1993年から続く、非共産対共産構図からの脱却を唱え、保守票の分散を狙ったが浸透しきれなかった。 支持層を固めた自民、公明に対し、角川を推薦した立憲民主党は支持層の4割強を福山に、3割弱を村山に切り崩された。国民民主党も支持層の4割弱が村山に流れた。無党派層からの支持は福山が最も多かったものの4割弱にとどまり、参考補でほぼ3分される形となった。投票率は 前回より5.03ポイント高い40.71%で20年ぶりに40%を超えた。角川陣営は攻撃目標を福山に絞った選挙戦を展開しており、1月28日に京都府総合見本市会館稲森ホールで行われた集会では共産党を叩き潰すぞ。角川候補大勝利と昭和した。また、 1>, 1月12日の総決起大会では、竹内譲る公明府本部代表が、福山氏が当選すれば市役所に赤旗が立つと述べるなど、陣営は反響宣伝を告示前から繰り返した。一方、福山は僕が市長になったら赤旗ではなく保育所が立つと切り返したが、市長選に向けた市民団体からの野党共闘への呼びかけは、共産だけが快諾し、 候補者選定は実質的に共産主導で行われるなど市民団体の看板が共産による多党取り込みに使われた印象を与えた。毎日新聞はこのような共産 VS 反共産の構図が角川陣営では若年層の福山陣営では保守層や中間層の離反を招いたと分析した。角川の支持母体未来の京都を作る会は 1>, 1月26日付の京都新聞、朝日新聞、読売新聞の各紙に大切な京都に共産党の市長はノーというメッセージを添えた広告を掲載。今こそワンチームで京都を作ろう。などの言葉とともに9人の著名人が顔写真付きで紹介されるが、そのうち京都商工会議所会頭の立石、吉尾以外の8人は、 広告内容を承知していなかったことが判明。波紋を読んだ。京都府知事の西脇隆都氏と臨在収攘国事派官長の有馬雷帝は、事前に知らなかったと述べ、映画監督の中島佐男は、広告の計算や文言は聞いていない。共産党だからノーだとか排除するような考え方は、間違いと述べ、日本画家の千住博は、 許可なく無断で掲載されたことを大変遺憾に思いますと自身のホームページで発表し、放送作家の小山君堂の事務所はインターネットで事前の説明も了承もなかったと述べ、俳優の江野木隆明はこの記事を出すにあたり確認がなかったので、角川氏の担当者に連絡をして今後このような使い方はしないでほしいとお伝えしましたと述べ、堀場製作所は会長の堀場厚氏の掲載について、 広告を出すと聞いていたが、本人も秘書も内容は全く知らなかったと述べた。角川を推薦している社民党京都府連は政策を訴えるのではなく、レッテル張りで自由な議論を封じ込める手法であり、社会民主党京都府連合が賛同することはありえない。と述べつつ、今回の京都市長選挙における社会民主党京都府連合の態度は、 門川対策候補に投票であるという表明を改めて言った。これらの動きに対し、門川の選挙事務長で自民東京都府連幹事長の吉井明氏には、あらゆる広告物に推薦人の名前と写真を使用することは事前に了承を得ていると反論した。そして、同じく推薦人として広告に紹介されている夏木マリの肩書が東京オリンピックパラリンピック競技。 大会組織委員会顧問となっていることについて、同組織委員会は事前に把握していなかったことが判明した。組織委員会は、東京オリンピックパラリンピック競技大会の文言は知的財産で、使用は東京大会のパートナー企業に厳密に限られていると説明した。ありがとうございます。